を晒して駆け出した少年少女の期待、はあ、この先はミスに濡れてもいいから、めくるめく議論はとうとろちに余った日が暮れてった、こぞって作り上げたセンセーション、その時胸を締め付けてた感情とこぼした涙、つられた涙の消費期限はいつまでですか、ある未来笑い合えてる未来、あと数日後の未来だったのなら、あなたが抱えてる明日は辛くはないか、僕にもがいてる文字に突然を引かせて、あなたが抱えてる本は捨てやしないか、それでもその肩に優しさを乗せたなら、また愛を感じられるだろうか、本をかけられたんだろうか、それは誰にも解けないのだろうか、許されることすら許されなくなったシチュエーションならば、言葉だけが言葉になるわけじゃない、暗くはないか、それが大きな光のただの影だとしたら、あなたが旅立つ場所を行かせたくはないな、例えばその先で静かに眠れても、それがただの幸せとしても、あなたの明日は辛くはないか、僕にもがいてる文字に一つ線を引かせて、あなたが抱えてる本は捨てやしないか、それでもその肩に優しさを乗せたなら、その愛を感じられるだろうか、お初にお目にかかります。お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービス。ヴァイオレット・エヴァーガーデンです。